コバヤンの話になっちゃうんですけど、昨日夜深夜車を運転しててラジオを聞いてたら、こうラジオのテーマの中で記念日とかのサプライズを皆さんどうしてますかっていう、こう話をしてたんですね、ナビゲーターの人は。で、なんか AD の男の子とかなんか話しないの、ねえねえコバヤンってラジオの放送の中でコバヤンの名前が呼ばれて、で、あのいつもやってるこの小林という子が、多分この声は出てこないんですけど、この実際に喋ってる人とのやり取りがしてたんですけど、小林はあの記念日にあの彼女の誕生日の数字のバルーンを宅急便で家に送って、で彼女が何だろうって開けたらそのバルーンがポーンって出てくるっていうサプライズをしてて、それがもう。まあ、こう公開生放送で暴露されて、小林にすごい LINE、その後 LINE したら、もう本当にもうラジオは怖いから本当に嫌だって言って、ラジオで働いてるのにラジオをこう本当にもう絶望視してるなという感じがありましたけど、記念日、バンドの演奏がありましたが、この後ベースのソロであったりとか、あのちょっと沖縄の風が吹くあの三振の演奏があったりとか、ちょっとアコースティック系の演奏があったりとか、で最後こうサントリーチップということで、いろんなジャンルがあのありますので、皆さんいろんな音楽に触れながら美味しいご飯とお酒とかを楽しんでもらえればなと思います。先月9月の25日に、クルージングということで、船を貸し切ってこの HB ナイトをやる、まあ、みんなで集まって船の上でこうライブしたりとかご飯を食べるということもありました。めちゃくちゃいい雰囲気良くて、普段船の上で演奏とか、ね、することとか全然ないんで、どうですかこれ、年一とかでやっていく感じですよ、クルージング年1回とかいろいろやっていこうと思うので、皆さんこれを機にぜひアルマジロの HB とかもそうですけど、クルージングとかのイベントにもぜひお待ちしてますので、みんなで盛り上がる人を作っていきましょう。さあ、姫野さん、
正直あのご飯を食べながら聴く音楽ではないとは思うんですが、まあ、あと1曲、まあ、最初で最後になるんですけどあるんで、まあ、聴いてください。でも何かやるんですよっていうのを。
ぜひまた H メナイトの方も続きますので、ぜひまたいろいろ聞かせてください。はい、姫野修二さんでした。ありがとうございました。